東部拡大天狗の立ちは、上吉な赤まん目、赤生まだか天狗の立ち族の深海魚。体長は大型の個体であれば1メートルを超える。段階性の魚で、日本では稀に漁獲され、北は北海道函館沖、南は神奈川県相模湾から鹿児島県沖、高知県沖、山口県沖、南アフリカやベーリング海などで確認された。 太平洋の段階域の中層1000メートル付近に広く分布、ごく稀に台風などの後に海岸に打ち上げられることがある。体高が高い赤生だとは対照的にうなぎのような体型で体長は体高の19から30倍である。赤万棒目の魚の多くに見られる側平たした細長い体や銀灰色の体色で赤色の背びれを持ち、 尻びれは5から9難情をある。他の種類にない目立った特徴として、頭部上部が角のように著しく張り出し、横から見ると剣のようにも見える。その先端に赤い背びれがついており、これが和名の由来となっている。英語ではユニコーンクレストフィッシュと呼ばれるように角のようにも見える。その頭部張り出しの根元には口があり、目も大きい。特徴的な頭部と体型に。 タチという名前からタチウオにも似ているがタチウオとは類縁関係が遠い。また、魚類には珍しく肛門付近に墨汁のお持ちイカスミのような墨汁が肛門から出る。深海魚でかつ機種なので詳しいことは不明。赤万ウ目の近縁魚類のように表層部分を頭部を上にして漂っているがそれ以外にはほとんど生態が解明されていない。 富山湾で捕獲された、天狗の立ちユマシクシースフィスキー稲村治む、イグシユーキューオズシ2013年1月31日、閲覧 AB 機種天狗の立ちマリンネット、北海道地方独立行政法人北海道立、総合研究機構水産研究本部企画庁西部2013年1月30日、閲覧 AB 赤万宝目の鎮魚二種、天狗の立ちと酒頭、 沢村正幸箱館水資調査研究部マリンネット北海道地方独立行政法人北海道立総合研究機構水産研究本部企画庁西部2013年1月30日閲覧ありがとうございます。